はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、それではですね、今回はその直前期どういう勉強したかを聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、主に使ってた英語、国語、世界史、まあ、国語が原文、古文ってことなんですけど、入試直前、まあ、あの過去問とかに入った時期ですよね。その時にそれぞれの科目どういう目標でやってたかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、さっき得意科目がちょっと現代文で話してましたけど、はい、まあ、英国者それぞれどんな感じの戦略立ててました？国語と世界史で稼いで、うんうん、まあ、英語は受験者平均があればいいかなぐらい、なるほど、多少足引っ張ってもいいかなぐらいのつもりでやってて、 ね、そのためになんかどういうことを基本中心にやってました？やっぱ世界史の一問一答を、うんうんうん、まあ、もう本当に極める、極めるぐらいやって、はいはい、そんぐらいですね、うんうん、国語は、国語はでもキーワード、うんうんうん、あれ結構使えたんで、はいはい、あれをずっと見てました。現代のキーワード特会、はい、その Z 会の、はいはいはい、はい、あとは過去問、過去問、ほぼ過去問、直前期過去問、英語は、うんうん、英語はまあ過去問、過去問って感じで、単語はまあ問題なかったんで、うんうん、もう基礎のやり込みと基本過去問でずっとやってたみたいな、はい、で実際その、まあ、受かった同志社に関しては本番どうでした？その英語、まあ、さっき言った英語多少足引っ張っても他で稼ぐっていう戦略でうまくいったのか、それとも思ったよりなんかこうイレギュラー生じたみたいな感じだったのか。いや、もうイレギュラーですね。イレギュラーでした。どういうイレギュラーが起きた？いや、なんか得点調整っていうのがあって、うんうんうん、それで世界史がかなり下がるんですよ、うん、はい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 、それをまあ知らなかったので、うんうんうん、痛い目あります。なるほど、はい、結果的に結構英語とかも割と頑張った感じだった。ギリギリです。あ、もう英語のおかげで受かったところありますね。なるほど、はい。あ、得点調整は怖いよね。得点調整、あれもうびっくりしました、本当に、はい、だから思ったよりその年が簡単だったっていう、多分結構平均点高くて調整入っちゃったみたいな、まあ、あれは実際やってみないと分かんないもんね。はい、自己採とかめっちゃ高かったんですけど、うん、周りも高かったっていう、そういうことです。なるほどなるほど、はい、それは怖いよね。取れるマックスなんて限られてるからね、はい、うん、なるほどなるほどですね。で、あとはまあセンターで一応その法制とかね、立命とか押さえてるってことなんだけど、センター対策は結構したんですか？いや、全然あんましてないですね。あんましてない、してないですね、うんうんうん、でも本番どうでした？実際結構、まあ、英語と社会に関しては割とその別に対策したいのもある程度いけるかなと思うんですけど、国語はどうでした？センター対策したい、まあ、その現代文のみの試験でやったんですよ。原文のみのセンター利用で、うんうん、はい、だからそのマックスで現代文使えたので、うんうんうん、まあ、あれは時間さえあれば解ける問題なんで、はい、80分フルに使い切ったっていう、使い切っても漢字だけミスったぐらいだったんで、はいはい、なるほど、だから結構センターは有利に受けたんだ。センター量で結構、はい、だから、まあ、苦手なのが古文だけだったから助かったっていう感じですね。なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。で、あと、まあ、そうですね、結構その実際同志社の問題って過去問解いてみてなんかどんなイメージでした？結構難しいなって感じだったのか。いや、なんか普通にマーチよりも簡単だなっていう、うんうんうん、でもその代わり、その代わり、うん、求められる水準が高くなるんで、うんうん、まあ、8割ぐらい全科目取らないと受からないぞみたいな。なるほど、なんか偏差値だと難しく感じるけど、実際解いてみたら別にマーチ簡単です。マーチカンカン同士の中でもそんなに難しい方じゃない、同士は簡単だけど得点率がめちゃくちゃ高いやばいという感じ。どっちが難しいかって話です。はい、はいはい、まあ、マーチの中で立教に近いなんですね、イメージ。あ、そうなんだ、はい、立教も結構高得点なところで、うん、学校なんでね。わかりました。ありがとうございます。では、受験期の勉強は一人で、続いてはですね、その実際の大学生活とか、まあ、始まったばっかりなんですけど、はい、そのあたりちょっと続いて聞いていきたいと思います。はい。